はい、早速卵の話なんですね。気候は気候で裏では気象が激しいと言われて、冷徹の微笑とか裏では車蹴り上がる犯人の顔とか言われたり、そんな散々な気候様なんですけど、卵も裏の顔は半端ないんではないのかなと。マコといえば、まあ飛び蹴りをしたりとか、そういう栄養仕置きを送ったらしいんです。メディアがですね、撮ってる映像とは異なるんだな、相当編集が入っているんだなと。秋篠宮家は B&B、暴力&暴言であると思いますよ。まずはこちらご紹介しましょうか。エイミア、食卓に残り続けるマコの席にぬいぐるみを座らせて、肌身離さない娘との旅行写真という話があるんですけども、これも秋篠宮の未練を感じるわけですね。子離れできてないわけですね、どちらもね。まあだから、まあ、支援なんてしちゃってるのは、まあ目に見えてわかるよね。本当は親の役割だとルールを破ったんですから、しかも国民の意思に反した結婚だったわけですから、離縁しないといけないわけですよ。なんですけど、甘やかしてるのが秋篠宮であると。秋篠宮は非常に悪いです。エイミア家の食卓に残り続けるマコさんの席を、このエピソードは気持ち悪いです。しかし、エイミア様当初から小室さんに求めていたことは高収入でもなく弁護士になることでもなかった。小室さんには継いだ職業をしっかり全うしていた収入の中で工夫を重ねながら身の丈に合った生活を送ってほしいというのが殿下の希望だった。現在、マコと積極的に連絡を取られているのは、過去と悠仁だけであって、まあ、その悠仁も過去とはコミュニケーションがあまりうまくいってないと、そういう話がありましたよね。意思疎通があんまりできてないんじゃないかと。噛み合わないんですね。殿下本人が頻繁に連絡を取られているわけではない。ただやはりマコがいないことを寂しく思われているようで、こんなことですから、マコが例えば支援なくなって路頭に迷うみたいなことは殿下はもう許されないと思ってるんじゃないですか。食卓を囲むテーブルには、マコが以前使われている椅子は撤去されずに今も置かれていて、だ私物も残ってるじゃないですか。本来ならば秋篠宮が率先して捨てるべきなんですけども、それもできてない。だから椅子ですら撤去できてないですからね。動物のぬいぐるみを座らせていると、これ相当気持ち悪いですよ。殿下はこれまで数々の地方公務をこなされているんですけど、訪れたそれぞれの土地に売られている動物のぬいぐるみを購入されることが多々ありました。アフリカでは象の置物とか買ってましたけども、ぬいぐるみも買われるらしいんですね。殿下はそれらの動物のぬいぐるみを一定期間で取り替えながら、マコの席に置いてご家族で食卓を囲まれている。非常に気味の悪い光景だなと思いますけどね。マダガスカルでの写真を今でも大切に、昨年エイミアのお誕生日会見でマコとの印象深い思い出を問われた際に、やはり一番長期間一緒に旅行したマダガスカルが思い出としては残っていますね。そこでマコはやらかしてるんですね。ドライブしながらその植物景観の移り変わりを見たりとかですかね、と。行った先での音楽だったり踊りだったりに触れたり、またバオバブの、教授の、ところに行ったりですとか、それがやはり印象深く、残っていますし、数ヶ月もたまたまその話が出て楽しかったねという話をしました。語られたと。思い出を懐かしむエイミアのご発言からはいかにマコとの絆が深かったかと。殿下とマコはラオスやハンガリーでも二人きりで海外への私的旅行に行かれていますけども、会見でもおっしゃったように殿下はマダガスカルでの思い出をとても大切にされている。何でも現地で撮影したマダガスカルの美しい絶景写真を普段使用しているスケジュール帳を入れる封筒に今でも大事にしまわれているそうです。親ならそのぐらいはやりそうですけども、しかしながらあなた皇族です。普通の親ではないんです。ですから皇族のルールを破った人間ですから、もう完全に絶縁をしなければならないんですよ。立たないといけないんですよ。それができてないんですね。辛いことかもしれませんが、秋篠宮はそれをやらなければいけないわけです。そうじゃないと国民に示しがつかないでしょ。けじめはつけないと。写真をご覧になるたびに真子とのマダガスカルでの旅行を思い出され、現在は遠くで結婚生活を送る真子に思いを馳せられてるんでしょう。それだったらばなぜ小室を認めたのか理解不能ですね。小室なんか認めたらダメじゃないですか。よく大切に手塩にかけて育てた娘を小室なんかにやれるなと僕は思いますけどね。絶対不幸になるじゃないですか。よくやったな。考えられません。親として、真子さんの幸せを願うエイミア様の思いは普通の父親と変わらない。立場的には普通の父親じゃないでしょ。マダガスカルでお世話した人間がいるわけですよ。それが今のニューヨーク総領事の森美京なんですよね。森美京さんってこの時からお世話してるんですよ。
顔見知りなんですよね。ニューヨークに暮らす小室夫妻を取り巻く環境が大きく変わろうとしている。1月27日、お住まいの赤坂東邸で、この時も赤坂東邸使ってますよね。高速の共用の邸宅なんですけど、新たに着任したニューヨーク総領事と接見されました。その新総領事は森美京、東大法学部から外務省に入省したキャリア官僚。し、この人はね、アフリカ畑なんですよ。もともとね。ですから、秋篠宮がそういう国に行った時とかも、お世話をしてるんですね。恰幅の良さも相まって温厚で人情味に溢れた人物と評判である。入省後は主にアフリカや開発途上地域を担当してました。部下にも慕われる人で、穏やかで優しい人柄からかなりの絶腹家だそうです。と別の外務省関係者が続ける。エイミは2007年にマコを伴ってマダガスカルを旅行されたり、2012年にウガンダを訪問されたりと、幾度かアフリカ地域に足を運んでいるの。モリシとは公務に関連して顔を合わせて面識があるようですよ。森氏は昨年1月に外務省の領事局長に着任した。それからわずか1年での移動というのは珍しいケースだと。だからこれも秋篠宮シフトであるというのは間違いないですよね。さらに言えば、アフリカパターンの森氏がニューヨーク総領事になったことも外務省内で驚きを持って伝えられている。まあ、その上、総領事が着任の際に皇族方に接見すること自体が異例です。こういうふうに外務省のポジションにも影響をもたらすのが秋篠宮なんですね。すごいパワーですよね。接見が宮内庁と外務省のどちらの発案で実現したのかわかりませんけど、ニューヨークで暮らす眞子をもって何とか気にかけてほしいという皆様の直談判の気持ちがあったんではないでしょうか。しかもそれをニューヨークの総領事にしてしまうっていうのは相当異様なことなんじゃないのかなと僕は思いますね。ありえないでしょ、こんなこと。新潮報が飛んでまして、とんでもないことが書かれてあるわけです。佳子さまは姉の一個人として希望が叶う形になってほしいと。19年3月22日、ICU の卒業にあたって、発表した文書には、マコの結婚が延期されたことをに関して、こう思いを綴られた。マコの結婚は SNS 上でも賛否が真っ二つに分かれたことは、いや、賛否分かれてないでしょ。非非でしょ。否定しかほぼなかったと思いますけど、どこの世界に賛成だったんですか。それは、大手メディアとか、秋篠宮のね、お犬の記者でしょ。そんなお犬の記者を使って賛成を言っても仕方なくないですか。大手メディアは限界があるわけですよね。国内記者会という縛りがありますから、国内庁が罰則付き報道規制をやってますから報道できないんです。まあだからそういうプロパガンダが通用したんですけども、 SNS がここまで発展した以上はもうそれは通用しないんですね。改め直すしかないわけですよ。隠し通すっていうのがもう無理な時代ですから。秋篠宮の方向って間違ってるんですね。広報誌作ったりね、それ逆効果なんですよ。隠そうとしてるのバレるから。いつまでそんなことやってるんですか。見てこの作戦ってもう古いんですよ、もう通用しないんです。テレビみたいに12番組ぐらいしかなくて、強制されるわけではないですからね。飛ばせますからね、思んなかったらね。見てこの映像なんか流れたら飛ばしますよ普通に。佳子さまは皇室の一員なのに公より死を重んじるのかと反発を買って、イメージもアイドルから一変しました。アイドルから一変した。どこのアイドルですか。その流れは真子の結婚後も続いて、今年に入ってからは赤坂御用地内で一人暮らしを始められたことをなぜ隠していたのかなどという声が上がっていますと。元宮内庁幹部はこう感想を吐露した。2015年に静岡で行われた馬術大会で20歳の佳子さまは、努力をした経験は様々なところで生きると述べられました。なんて努力したことないでしょ。これはご公務での初のお言葉です。上皇陛下が高校で部の首相を務められた皇室伝統のものですが、 ICUご卒業後も就職されずに、これに厳しい意見が続々と出たと。どうすれば過去への逆風がやむのか。で、国民的アイドルだった真子と、それはね、皇族だからですよ。代々ご先祖様の英霊の努力があるんです。あなたの力ではないんですよ。秋篠宮家の集体がバレるまでは、別に真子が何しようが、アイドルだったのかもしれませんけども、結局本性が分かってしまった以上、実力も人気もないですから、早く目を覚まされていただきたいなと思いますが、努力しないといけないんじゃないんですかって思います。国民を取り戻すためにね、無理だと思いますけど、早くして。エイミア様が真子結婚直後の自身の誕生日会見で一番の思い出と述べられた2007年8月マダガスカルに二人旅。15歳の真子は現地で同行中の旅館をこう叱られた。なんとこれ報道されてるんですよ。放送事故ですよね。早くしてと。おっとりとしたイメージだったものの、意外な一面が初めて垣間見えた。通常皇族の映像に音声はつきませんが、実はチェックミスで声が残ってた。これもすごい情報ですよね。まあやっぱり編集されてるんですね。こういう都合の悪いシーンも編集するんでしょうね。だから日テレで秋篠宮と
ップとかも、ある意味編集チェックミスなんでしょうね。相当な数のものがチェックをされていると思うし、省かれてるんじゃないかな。まあ無駄なコストだと思いますけどね。テレビで放送されてしまった朝5時台の、早朝番組のために全く話題になりませんが、筆者も驚いたものであったと。まあこれが実はマコの本性であると。1991年10月に上皇ご夫妻の待望の初孫として誕生したマコは、当時はまさしく国民的アイドルだった。2017年9月に小室圭氏と婚約内定会見に臨むと、どうぞお幸せにといった祝福の声が SNS で相次ぐと、陛下とか雅子様が絶賛されているのはご本人の実力なんですよ。そして秋篠宮がね、称賛されていたのは、そんな時代あったかもしれませんけども、それは皇族だからです。それの違いですよ。だからハリボテなんですよ、こんな人気は。だからね、集大がバレたらみんな離れたわけですよ。人気ないんですよ。まさに幸福の絶頂にあったが、眞子さん自身も自らの結婚騒動を契機に、厳しい状況に直面する。秋篠宮が、まあ、中身もしっかりしてて国民にも信頼があれば、まあ、ちょっとやそっとぐらいで離れないですよ。でも秋篠宮っていうのは何もないわけですよ。誤った情報がなぜか間違いのない事実であるかのように取り上げられて、辛く悲しい思いをしました。婚約書だった、小室圭氏の母親の借金疑惑浮上で、首がね切られた結婚騒動は、婚約内定会見から4年余りとなる21年10月26日、ようやく結婚を実現させて終止符が打たれました。あの時本当にショックでした。あ、こいつやばいなって思いましたよ。紆余曲折の経緯は今更述べるまでもない。婚姻届が提出されたこの日、2人は記者会見に臨んで、マコは複雑性 PTSD と診断されたことを明かした上で、 SNS 上の声に本音をぶつけられた。だがその局面が変わることはなかった。国民的アイドルだった幼少期からはあまりにも学生の感があったと。女官に対して偉そうな対応をしてたんです。そもそもタメ口ですし、女官はあなたより 100% 年上だと思うわけです。あなたの召使いでも何でもないですよ。あなたがたまたま皇族だからついてるだけなんですね。あなたに女官なんてあてがうような人気もありませんから。ただ単純に皇室に生まれただけ、ただそれだけなんです。あなた自体ね、価値はありません。一切勘違いされないでいただきたいし、中身を作って欲しかったなって僕は思いますけどね。非常に残念だなと。それでは皆様ご一緒に、近々お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバイ、さよなら。